ほら、硬いでしょ？パテだったのがさ。福神チャンネル始まるよ。すごいでしょ？折り曲がってネジ切れてる。3D に壊れてる。切るしかないな。切れた。すげえすげえ、 3D に曲がってる。すごいね。最初にかかった力と2回目にかかった力が違うんだね。ネジを入れるにもまっすぐ入らないよね。あ、ちなみにアルミイモノです。こっちから見ればまっすぐだから。ちなみにここの部品はね、ある。ここの部品はある。めっちゃいろいろ漏れそうだな。ちぎり取れてるんだからしょうがないよね。ぴったりはやっぱりさ、ちょっと難しいんだ。完璧はね。なので、とりあえずくっつくということと、で、インテークマニホールドなので、こうキャブレターから空気が入って、ガソリンと混合機、ガソリンと、ね、燃料の、混ざったやつが入ってくるんですが、それがこう吸い込んだ時に余計なとこから空気が入ってこなければ、ですっごい熱を持つとかっていう部品でもないので、ちゃんと塞がってればいいんだよね、空気の流れが。それ自体はパテでも溶接でも、コーキングでも何でもいいんだよね。今日はね、綺麗に折れたんだね。こっからね。よし、こんな感じ。eBay で売ってたんだ、9000円ぐらいで。なんだけど、なんか送料とかいろいろかけると1万5000円ぐらいになる。ね。でも、フロートはちゃんと動くね。そんなに汚くない。これはチョークだね。これはただのあれなんだね。なんていうか、エアクリーナーがつくと、特にノズル等もない。
ここも貫通してるわ。大丈夫だ。せっかくだからキャブクリーナーしとこう。あるからね。多分このガソリンカスとかを溶かす力が強いんだと思うので、オッケー。多分ね、キャブレターは大丈夫だな。うん、何が基準にって言われると難しいけど、見た感じ大丈夫そうです。エアクリーナーがないから、ここが41って感じだね。バイク用とかでもいいので、キノコ型でもいいので買ってつけようと思います。で、ガスケットもとりあえず生きてると。よし、OK でーす。ちょっと汚いから掃除しておこう。エンジンやっていきましょう。まだね、どうしようかな。もうここにボルトをこう、スタッドボルトを上に溶接してやろうかなとも思ってます。取れないもん、もう。ネジをね、ちょっと加工して溶接してみるように。細く切ったので、細い細いで、で溶接して、このボルトの太さにあと削っていけばここ入る予定。これはあと、この変な空気が入らないよう、ここきれいにしないといけないんだよね。雑な感じになっちゃいましたけど、とりあえずある程度平らになりました。そしてある棒はしっかり溶接されています。あとはね、こうニジエアを吸わなければいいので、まああの液体パッキンですねをいっぱい持ってガスケットをいっぱい持ってくっつければいいんじゃないかなと思いますだってできないもん。はい、こんな感じね。なんとか形になってるっぽいでしょう。これあとキャブレターここに来るからね。そもそも点火するのかな。これとイグナイターだけだから。はい、それでね、当たり前だけどガスケットがないんだよ。なのでガスケットを作んなきゃいけないので、これを外してね、型を取ります。綺麗に取れたね。これがガスケット、インテークと、アウターも一緒だね。はい、今回ね、これをくっつけるんです。こういうところを修正するんですけども、液体ガスケットね、これでシールをして、でこのクイックスチールね、これで固めてしまおうと思います。使ったことある人いると思うんですけど、かなりがっちり固まりますだよね。エポキシ粘土みたいなやつです。まあ、アルミのなんかロー付けとかも考えたんだけど、やったことないから余計なことはしない方がいい、アストロプロダクトで買ってきました。この断面をこのちょっと粘土のある液体カスケットでびっちりくっつけちゃって、で外側をで、まあ最悪漏れたらって、そのニジエアをね
どっかから空気を吸うことがあれば、その時はまた外からね、塗ってやるという感じです。それでいいんじゃないかな。よいしょ。まあ明日まで固定だね。よいしょ。で内側も綺麗じゃないなけど、しっかりニュッとで出てきた断面をなだらかにしておきましょう。次こっち、こっちはね、ここにクラックが入ってるんで、立体ガスケットを押し込みたい。断面に塗っていきましょう。直して使おうということは多分本来はないんで、はい、一回塗って固めて、もう一回塗って一日置きました。だいぶいいよね。ああちょっとボロボロ取れるかだけど、まあ、ガスケットだからね。でこれからこのクイックスチールね、クイックスチール塗っていきたいと思います。ちょっと削ろう。このまま多分上からクイックスチール持ってもシリコンの上に盛る感じになるので、多分取れるでしょう。というわけで、いやいや、もうやっと雪かき終わったんで、もう寒い。今日も最高気温はマイナスです。明日からちょっと暖かくなるらしいから、本格的な作業は明日やりたいんだけど、明日作業するためにこの今日持っときたいんだよね。今日持っておけば明日から作業に移れるからさ。乾く時間がっていうのとかがやっぱり作業をする上でその日のうちにできないっていうのはね、ちょっとデメリットなんだよね。よいしょと。一応1時間では乾くとかは書いてんだけど、実際はやっぱりね20時間1日やっぱ乾かさないとダメだよね。スチールやっていきます。エポキシパテだよね。で、鉄粉が入ったエポキシパテで、もう超強力です。二重構造になっててね、こう練ると固まるってやつなんだよね。よいしょ。切ってね。でこれね。手につくとなかなか大変。1日2日ね、なんか手がネバネバしたまんまですっごい気持ち悪くなるから、手袋した方がいいね。結構ね硬いんだよね。のここだね。後で削ることもできるから少し大きめに。手袋にくっつきすぎちゃうでコーキングでのところをさらにこの継ぎ目なくこのクイックスチールで覆うことで二重でさカバーできるかなって思うんだよね。でここはネジを入れて、
で、こういう風に こういう風に持ってさ、で止めれるように作んないといけないよね。ここにネジを入れるための、後で平らに削ろう。こっちもだいぶ硬くなってきたね。だと安心感が出てくるな。少し待ってちょっと補強を入れたいと思います。はい、2時間ぐらい経ちましたね。ほら硬いでしょ。パテだったのがさ、まあ完璧ではないんだと思うんだけど、だいぶ良くなりました。なのでここまでくればちょっとこうあじゃらに扱っても大丈夫だから、もう少しこういう塗装とかここら辺入って、うん、でちょっと仕上げしましょう。